やっぱりバランスが取れて、そういうそのチャレンジ精神のある人ですよね。でもちろんその能力とかね、あるいは経験とかも当然必要ですけどね。で、まあ、一人がね、オールマイティなことはありえないんですよ。だからね、どんなに優れた人でもですね、それぞれ長所もあれば欠陥もある。でそれをその長所を生かしてね、で欠陥をやっぱりカバーするということが必要だと思いますね。結果がこう見えるものってやってもつまんないじゃないですか。で見えないからむしろ面白いわけでね。で結果が見えないものが、ものから本当に大きなね、商品が生まれたり、大きな結果が出たりするわけですよね。だそれがやはりね、チャレンジ精神だと思うし、面白いと思うんですね、仕事やってて。それから概して言えることなんだけども、みんながね、これ素晴らしいねとかいいねっていうものはほとんどダメですよ。成功してもね、その大きなものにはならないですね。だからよくマーケティングをきちっとやったらね、成功する確率が高くなるとみんな思ってるかもしれないけどね、多数決でもってずば抜けた商品って絶対できないと思いますね。なんかにしてもそうですけどね、売れると思った人は誰もいないと思うんですよ。結果的にはそれがね、やはりいわゆる予想を覆して大きな商品になってるわけですよね。でそういうものってみんながいいと言ったわけじゃなくて、むしろみんながダメだダメだと言ってるものの中から生まれてるわけでね、これ非常に皮肉なことだと思うんですね。